収州線とは、台湾昇華圏二水橋の二水駅から、南投げ県水里号の車駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線。全長2 9 7トルの行き止まりローカル線で、風光明媚な観光地実月単へのアクセスルートである。日本のローカル線以上に、ノスタルジックな雰囲気を味わえる。南投げ県政府は、 南投げ県観光鉄道という愛称をつけて観光客招致に用いている。2011年7月9日全線で営業を再開。日本統治時代に台湾電力の水力発電所の建設資材の輸送のために付設された古い路線であり、駅舎など各所に当時のままの設備が現存している。専用鉄道としての開業は1921年で、 その後1927年5月1日に台湾総督府に買収され、同鉄道部の収集船となった。その際、タンク式蒸気機関車6両が台湾総督府鉄道席となっている。政府の公共インフラ同士、前線基礎建設計画に道路線の改良が組み込まれ、各駅のホーム延伸や収集、水里、 車の一から二駅に交換駅を設置して、運転間隔を現在の80分程度から60分程度に短縮するなど、観光鉄道路線としての近代化が行われる予定である。また、同時に計画された、縦間線の田中駅と高鉄商会駅を結ぶ、田中線開通時には高鉄商会駅からの直通運転を構想している。南投貨車高田府は、 1> 年1回南投げ県政府による主催で行われていたイベント。2007年以降、沿線の中間、収集、水里の3号鎮で鉄道に関するパビリオンが設置されたり、大鉄の蒸気機関車経営列車が収集線を走行している。ありがとうございます。